にちは、ミハイヤ株式会社の大山です。弊社で運営しているアニメゲーム漫画業界のクリエイター採用に専門特化した求人サイト、ラクジョブに登録している今転職活動中の優秀なプランナーについてお伝えしたいと思います。で、今回珍しく31歳女性なんですけれども、実は国籍中国です。で、この方がですね、まあ実際にお見せしたら分かる通りかなり日本語上手なんで、まずコミュニケーションの部分には問題ないでしょうというところと、実際中国本国の方でプロデューサー、プロジェクトマネージャーっていう位置までやってます。で、ソーシャルのダンスゲーム作ったりとか、ユニティでの開発を、きちんと運営見てたりとかっていうような形でやってますし、こちらの方に来てからも、オンラインゲームの会社に正社員で入社して中国、韓国の開発運営会社との連絡、連携を取ったりとか、アップデートの提案、仕様書、バグレポートの翻訳、新規タイトルの契約、スケジュールの管理、フォロー、それからテストプレイの請求、テストレポートの提出などなど、やったこともかなりしっかり書かれているので、すごく、これから何でしょうね、中国、韓国に外注出したいとか、中国、韓国の会社の、アプリを持ってきてこっちで運営したいとかっていうような会社さんには、言語の部分とかも含めてうってつけの人材かなと思います。もしご興味がありましたら人材資料をお持ちして、お見せしたいと思いますので、ぜひこちらまでお問い合わせください。よろしくお願いいたします。